皆さんこんにちは。第51回通貫試験、所管公表に関しまして、お話しさせていただきます。担当はレック専任講師の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。はい、まずは10月1日に行われました第51回通貫試験、大変ご苦労様でした。このお話によってですね、通貫試験を目指される方、受験生の方ですね、の学習の一助にしていただきたく、所管をこれからですね、若干時間いただきまして、お話しさせていただきます。はい、まず第51回のですね、全体的な試験内容、問題の印象ですけれども、51回目のですね、試験に関しまして、大きな法改正がですね、近年になく改正点というのが、クローズアップといいますかね、大きな位置を占めてました。それは具体的に言うんであれば、申告勧奨の自由化ということですよね。申告勧奨の自由化、これは全ての輸出申告、輸入申告が自由化されたわけではないんですけれども、AEO 事業者ですね、輸入者輸出者の、特例扱いになっている方たちが、そういうような業者がですね、いずれかの税関庁に対して申告することができるというふうになった。それに伴って、通貫業法、特に通貫業法ですね、が非常に多く改正がなされました。もちろん関税法の方に関しましてもね、改正がありましたんで、その部分がですね、特に通貫業法の方が影響を受けるんではないかというふうに思われましたが、その意味ではですね、通常は通貫実務科目が合否を分けるポイントということなんですね、毎年のように。今年に関しましては、その法改正に関して、非常に多くのものがなされましたんで、1科目目の通貫業法あるいは関税法等がですね、影響を受けて、合格に対してのですね、左右する合否を左右する部分にもなるかもわからないというふうに予想されてましたけども、五軍選択式あるいは複数選択式、択一式、1科目目の通貫業法、2科目目の関税法等ですね、ともに法改正の部分主体されておりますけども、比較的、簡易なものになってたんで、例年通りの合格基準でいった場合であれば、60% になりますけれども、その 60% の合格ラインはこの2つの科目ですね、通貫業法と関税法等に関しましては、それほど難しいものではなかったのかなというふうな印象を受けました。従いまして、通貫試験全体の合否を分けるポイントというのは、例年の通り、これは3項目目の通貫実務科目だったように思われます。その通貫実務科目に関しましては、最近の試験傾向としましては、輸出申告書、輸入申告書の部分がね、非常に難しくなってたと。そしてその中でもとりわけ、輸入申告書の課税価格ですね、そこの部分の加算するかしないかというポイントが非常に難しい項目が出題されたということなんですが、その例年に比べた場合であれば、今年の輸出申告書、輸入申告書の問題、申告価格を求める問題も含めてですけれども、この 2,3 年の試験の内容からすると、若干、難易度下げたという感じを、そんな印象を受けます。従いましてですね、3科目目の通貫実務科目においても、通年の年よりは合格基準といいますかね、それがちょっとどうなのかなというところはありますが、得点としては、高くなったんではないかと、そんな印象を受けました。はい、それは全体的な印象なんですが、それぞれのですね、科目ごと通貫業法
それから関税法と、そして参加も含めね、通関実務に関しましてもう少し細かくねお話を進めていきたいと思います。とりわけ参加も含めの通関実務科目においては、先ほど申し上げましたように合否を分ける分岐点、まあ例年のようにですね、例年通り合否を分ける分岐点になりましたので、他の2科目よりも少し細かくお話したいと思います。はい、まず通関業法ですね。通関業法、まあ、冒頭にも申し上げましたけれども、改正の部分が一番多くあった部分です。ここはね、申告勧奨の自由化のみならずですね、まあ、その影響を受けてですけれども、通関業の許可制度自体が、まあ、税関庁から財務大臣に権限が移行したということで、まあ、数の上から見ると非常に多くの改正部分があったということなんですが、まあ、大方、まあ、8割程度は税関庁から財務大臣に変わったというだけなんでね、そこを抑えていけば、難易度としてはですね、それほど上がったようには見受けられません。逆に、まあ、法改正の部分がボンボン出題されてきましたんでね、あの法改正の部分をしっかりと学習してた方にとっては、もうそれは逆に、得点源になったのではないかというふうにさえ思えます。しかしながら、まあ、改正の部分、まあ、なかなか手がつけられなかったという方はね、もしかするとこの1科目目の通関業法においてもね、これはまあつまずいてしまった方がいたかも分かりません。五軍選択式問題、まあ、ここでは通常ですね、まあ、得点源と呼ばれているところですが、今年の試験に関しましては罰則や法絡みの問題が五軍選択式で出ましてね、若干その数問の問題に関しましては難易度が高かったというふうに見受けられます。しかしながら一方、複数選択式、あるいは択一式問題、こちらの方がまあ、例年通りというか、例年よりも、まあ、むしろやや、難易度が低かったのかなという感じで、複数選択式択一式問題ですね、こちらの方が得点しにくい形式問題ですけども、そちらの方で例年よりは多く得点できたのではないかと思います。そのために、まあ、合格基準である、まあ、これも合格基準は合格発表の時にならないと分かりませんけれども、まあ、60%、 通常であれば 60% ですね、科目ごと 60% をクリアするということが、通常の年の合格基準になりますが、その合格ラインというのは、まあ、そんなに難しくなかったのかなと思います。次は2科目目の関税法等ですね。関税法等に関しましては、通関業法ほど法改正の影響はあまり受けてないということですね。まあ、大元になる法改正というのは、冒頭で申し上げましたように申告勧奨の自由化という形なんで、直接的にはこの関税法等がですね、影響を受けるんですが、まあ、改正部分はそんなに多くなかったということで、 AEO 事業者である輸入者とか輸出者、まあ、それから製造者ですね、これらが、まあ、その申告勧奨の自由化に伴っていずれかの税関庁に対して申告することが可能になったという部分だけですね、が、まあ、ほとんどだということになりまして、まあ、さほど法改正の影響を受けなかったのかなと思います。で、形式的にですね、問題見ていきますと、五軍選択式問題、ここは、まあ、第5問がですね、これ関税定率法に規定する減免税制度ということで、その中でもちょっと難しめの問題が出題されてきました。のでですね、第5問に関しましては得点するのがね、少なかったかも分かりませんが、それ以外の第1問から第4問は、用語の定義だとか適用法令だとか納期限などね、基本的な知識で解けるような問題ばかりだったんでね、こちらの方で、まあ、五軍選択式でもですね、やはり、まあ、4問の中でかなり得点できたんじゃないかと思います。それから、まあ、複数選択式択一式ですね、まあ、難易度の高い、一番高い難易度 の複数選択式問題もですね、半分程度、これは基本知識で解ける問題だったように思われます。
それから卓越式問題ですね、これは例年だと、まあ、卓越式問題関税法等ですと15問出題されまして、2問から3問程度ですね、ゼロ回答というのが、まあ、出題されてくるんですけども、まあ、今年の第51回の通貫試験におきましては、そのゼロ回答がなかったように思われます。ゼロ回答というのはね、相当自信を持ってないと受験生の方は、なかなか勇気を持ってゼロにですね、回答にするということはできないんですが、そういう意味ではゼロ回答がなかったということは、これはまあ消去法でね、答えられるという形になりますし、それに加えて正解詞、まあ、卓越式問題ですから正解詞が分かっちゃえば、他の足が難しくてもこれはもう簡単ですよね。正解の足が分かっちゃえばね、そこにゼロ回答がなかったということになれば、より、まあ、正解詞が簡単なものをピックアップしやすかったというふうに思いますので、卓越式問題、これかなり得点できたように思われます。まあ、全体として見ればね、やはり通貫業法と同様に、まあ、60% の合格基準ということであれば、さほど難しいことではなかったのかなと思います。はい、最後は3科目目の通貫実務ですけどね、通貫実務はもうちょっと細かくお話しさせていただきたいと思いますけれども、まずは申告書問題ですね。申告書問題、輸出申告書の問題はこれ医薬品が出題されてますね。抗生物質なんですけれども、まあ、抗生物質はまあ小売用とか投与量等にした場合ね、これは30類の方の、医薬品になりますが、投与量または小売用にしてあるかどうかというのを、まあ、英文表記でですね判断するという形だったと思います。中には英文表記でも輸出統計品目標のディスクリプション、英語の表記ありますね、輸出統計品目標抜粋の方、そこからピックアップしてくることも、まあ、できるものもありましたんでね、まあ、内容的には、まあ、難易度はそこの部分だけなので、輸出申告書の分類というのはそれほど高くなかったかなと思います。まあ、全問これ正解しても全然おかしくないような問題でした。輸入申告書の問題ですね、これはもう非常に出題頻度の高い、類が出てましたね。三類、魚、それから甲殻類、軟体動物、水生無脊椎動物、それからその加工品である16類ですね、16類なんかが出てましたんでね、まあ、三類、特にまあ主に三類、主に三類と16類の違いというところが一つポイントになってたと思います。中でも3類の甲殻類軟体動物ですね、これが16類に行くための、まあ、加工ですね、これは、甲殻類と軟体動物違いますんでね、そのあたりのところを押さえておけば大丈夫だったんですが、これは、まあ、もう何度も出題されて、輸入申告書の問題だけではなくて貨物分類の問題としても3類と16類というのは何度も出題されてますから、もう出題頻度の非常に高い基本的な問題と言ってもね、いいんじゃないかと思います。しかしながら、まあ、最終的には、その、有税品無税品というようなものを分けてね、少額合算しなさいというような指示があったり、そこには有税品無税品を決めるにあたって、まあ、経済連携協定が絡んできましたね。経済連携協定において、その、まあ、選んだ貨物がですね、経済連携協定のにより設定されている貨物なのかどうかということで、税率を取るにあたって経済連携協定の税率を取るのか、通常の実効関税率上の税率を取るのかで有税無税を判断しないといけないというところがありましたから、まあ、そのあたり、まあ、いろいろと頭を使いながらですね、やっていかないといけなかったんで、まあ、輸入申告書の問題はね、結構時間が取られたように思われます。しかしながら輸入申告書の問題ですね、申告価格、まあ、例年だと非常に難しい、まあ、現実支払い価格とかあるいは加算要素というのが出てくるんですが、今年に関しましては非常に簡単でしたね。分類さえ分かっちゃえば価格の方はもう
全問これを取らないといけないというぐらいの問題でした。改定のために行った輸出国での検査という、まあ、非常に基本的な問題なんでね、分類が合ってればこれはもう満点取れてもおかしくないような問題です。次はまあ複数選択式問題見ていきますけれども、これはさすがにですね、複数選択式問題答えいくつになるか分かりません。2つになるのか3つになるのか、時としては4つというものもありますんでね、なかなか正解しにくい部分なんですが、その中でも貨物の分類問題第5問にありました。これなんかはね、正解ぜひともしていただきたい問題ですね。この第5問の貨物の分類問題に関しましては、最近の出題傾向がねそのまま反映されています。どういうような出題傾向かというと、具体的には類中ですね、類の中とかあるいは項の規定、これが抜粋として与えられてまして、まあ、それぞれ品物が5つ出てきます。その品物がどこどこにどこの項に分類するのかというようなね、ことを問わせる、判断させるという問題ですね。まあ、複数選択式の問題で1問、それから択一式の問題でも同様な形で、類中とか項の規定を抜粋してですね、具体的な品物がどこの項に属するのかということを判断させるといった問題でした。まさに、この何年間かの、貨物分類の出題形式そのものでしたね。そして中身もですね、それほど難しい問題ではないので、貨物分類をしっかりとその対策を講じていらっしゃった方はね、まあ複数選択肢1問、それから択一式の問題2問ね、取れたんじゃないかと思いますけどね。まあ複数選択式の問題は、まあその貨物分類以外に1問程度ね取れればいいのかなという感じです。まあ、計算式の問題、今先ほど竹内式触れたんでね、計算式の問題後回しにしまして、択一式問題見ていきますが、今申し上げましたように、貨物分類の問題ですね、類中と項の規定、これを参考にして、問わせるというような問題が出ました。難易度はそれほど難しくないんで、こちらの択一式問題もね2つ取ってほしいところです。それから、まあ、択一式問題ではね、それプラス1問ないし2問、取れたらなという感じのところですね。そして最後になってしまいましたけども、計算式問題を見ていくと、これはまあ第11問がですねちょっと悩んだんじゃないかなと思います。売り手 Y が支払った複製券の対価という言葉が出てきたし、それから買い手の方は Y にロイヤリティを払ってるというようなことでしたね。この買い手が支払ったロイヤリティと売り手が支払った複製券、これがどういうふうに頭の中で整理できたかということが、まあ、最大のポイントですね。それから第12問に関しましては、これはもう基本的な問題と言ってもいいんじゃないかと思いますけども、契約価格と仕入れ所価格の違いですね、そこに総裁値引きがあった場合はどうなるのか、仕入れ所の方で総裁値引きがあったとしても契約書の方でね、契約価格の方でな、はその総裁をね、認めてなければいいわけなんで、値引きとして認めてなければ、いいんで、その契約価格と仕入れ所価格の混同ですね、これさえしっかり判断がつけば、計算式問題も課税価格の計算式以外の問題も非常に簡単なんでね、2問取れたと思います。課税価格の問題も11問はですね、確かに悩んだところがあるかと思いますが、全問正解してもやはりここはおかしくない問題だったと思います。そうするとですね、通関実務科目に関しましては申告書と計算式問題でかなり大量の得点を期待できるということが言えます。まあ、反対にそこで加点していかないと、複数選択式択一式の問題ですね、貨物の分類問題以外はやや難しいものになりましたので、正解率がかなり下がってくると思いますので、申告書の問題、
それから計算式問題ね、ここでいかに大量得点できたかが、これが通貫実務の、まあ、合否を分ける、ね、部分だったんじゃないかなと思います。全体的に見ると通貫実務科目、まあ、ここ2年間ですね、通貫実務科目だけ、合格基準下げられていますけれども、全体的な印象からすると、今申し上げましたように申告書、それから計算式の問題で大量得点見込めるというふうになってますんで、過去2年間とは異なって6割から下げられるというようなことはないようにね、考えにくいんではないかと思います。まあ、なお、まあ、合格基準に関しましてはね、例年6割ですけれども、これは11月の24日合格発表がありますが、その時に同時に合格基準というのが発表になりますので、それを見てみないとね、何とも言えない。まあ6割が変わっちゃう可能性もあるのかもわからないですけれども、今の段階では合格基準例年は6割だということしかね申し上げられませんので、まあ11月24日の合格基準を待ちたいというふうに思います。はい、こんなところが、私が、まあ、今回の第51回、通貫試験において、まあ、その問題を見てですね、考えた思ったところです、になります。はい、それでは第51回、通貫試験の所管公表、これで終了させていただきたいと思います。お疲れ様でした。